ママやパパがお仕事で子供をお迎えに行けない、子供を連れてはどうしても行けない用事ができた。そんな時、ママやパパの代わりに子供を預かってくれるファミサポという制度があるのをご存知ですか？ファミサポとは、会員登録をしたサポートしてもらいたい人とサポートしたい人をつなぐのがファミサポセンターです。ファミサポセンターはお住まいの市町村によりその制度は若干異なります。対応時間、利用料金、活動、援助内容、対象年齢、これらのことは各センターで少しずつ内容が異なります。実際に私が利用しているセンターにはサポートしたい側のスタッフの方としてご自身の子育ての手が空き次の世代を援助してあげたいという方が子供を預かってくれたりしています。1時間単位での利用が可能なので、どうしても手が離せなくて子供を保育園にお迎えに行けない、ちょっとの時間だけ預かってくれたら助かるなという託児に利用しました。ママやパパだけではどうしても手が足りないことは時々あります。ファミサポをはじめとする育児支援を事前にチェックしておくことで、いざという時に困らずに活用できるようになるといいですね。